見てこれ、このうわ可愛いフォルメ、メンダコホッピンアイの可愛らしいフォルメ、やばいな今日ね、こいつゲットしたい。でもさ、シーラカンス、ダイオウグソクムシ大先輩、センジナマコはゲットしてるんだけれどもさ、マッコウクジラもいいし、ダイオウイカもいいし、欲しいのがさ、たくさんありすぎて困っちゃうよね。いやこれマチコ先生っすわ。で前回さ、オニアンコ狙ってた、オニアンコが来たからさ、もうこれね来る。今回も奇跡ミラコ狙いのメンダコホッピンアイ、それからラブカ、あとリュウグウノツカイも欲しいんだよな。こいつ食ってみたい。なんかさ、ニュースでさ、ちょっと前にさ、リュウグウノツカイを食ったっつう動画あったじゃん。すげえね、なんか羨ましかった本当に。俺もね食いたいと思ったもん。まあでもメンダコも食ってみたい、メンダコホッピンアイも食ってみたいけど、さ行きますよ。やべえ、このフォルムはやばいんじゃない。これさ、夢ナマコじゃない。うわかぶった、くそ嫌がりか、一枚もかぶらず全種類コンプリートはならなかった。くそー、かぶってしまった。でもさ、このシリーズめっちゃロマンだからさ、かぶってもそんなショックじゃないよね。このままコレクション、あそうだ、ちょっとこれかぶってからさ出してみてみようか。このさ、透明なるフォルムを見て、スポーリー、わすげえ、これ見て、なんか動いてるように見えない、なんかほら、ドクン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 、うわーすげえ、これ生きてるんだもんね。本当にロマンな深海生物。まあ深海生物に限らずさ、海の生物ってすごいよね。なんかもうみんなフォルムがさ、かっこいいのなんのね。これあれ絶対宇宙人だろっていうフォルムしてない？みんな昆虫もそうだけど、深海生物もさ、負けてないよね。つうかこっちの方がすげえかも。昆虫もさ、俺見るたびに感動するけど、うわーすげえ、生カードいいね。これでも一応スリーブするわ。うん、これスリーブする一応ね。うわ1枚目かぶったか。やっぱね、俺あれだわ、1回もかぶらず全種類コンプリートはね、許してくれないんだわ。あのかぶりの神様が、お前はかぶるんだと、お前はかぶる人種だからダメだと。くそー悔しい1回もかぶらずコンプしちゃったよ、生物図鑑。くそー、でもグミもうまいしさ、いいんだけどさ、ちょっとグミ見るか。グミのバリエーションもうないのかな。まあ6種 ×3 だっけ、全部で18種だよねこれ。だからさ、そんなバリエーションはないと思うけど、うわすげえ、これオニアンコじゃない、これオニアンコすごいな、シーラカンス、うわほえ、待って待って、ちょっとオニアンコのさ栄養取っていい、これオニアンコ体内に取り込んで俺の筋肉マッスルにしてやるぜ。開かねえな、ちょっと待って開かないから後で食うわ、ごめんね、ちょっと開かなかったくっそマジかよ、ふざけんじゃねえ、マジ情けねえじゃないか。しかしながらここでメンダコホッピンアイ出したらあれでしょ、オッケーでしょ。いきます、貴重な瞬です。ここでかぶったら俺もかぶりの神様に呪われてるよね。トゥルトゥトゥルトツカドゥルッタルメンダコホッピンアイ奇跡ミラコ起こしてくれ。トゥトゥ、あ初だ、待ってこれさ約2メートル、ラブカだ、さっ、おーかっこいい、見て、待って待って、淡島マリンパーク、うおー水深どれぐらい、あ結構浅いんだよね。まあ浅いっつってもさ1キロあるからさ、1000メートルあるから、でも浅い方だよね。前6000とかあったもんな。やっぱ体がさ柔らかいから水圧に耐えれんのかな、だから奥まで行けそうな感じしない、夢ナマコ。うわやった、よかった、13番、ラブカ来ました、めっちゃかっけー。俺ラブカはねフィギュア持ってんだよね、ラブカの、あ前ガチャでさレビューしたじゃん、すっげえ前だけど1年ぐらい前かな。やっぱりね何回見てもかっこいいもんねフィギュア。これはしびれる、カードもゲットできた、嬉しい、カードコレクションが増えたぜ、全世界だって、うわー全世界を制覇しているラブカ様、これもキングっすわ。全世界の水深100から 1000m に広く生息、他のサメ類とは異なり頭部が平たく幅広で口が前面にある、口の中には小さく鋭い歯がびっしりと並び、大きな獲物も飲み込んでしまうと。また最高が6対、通常のサメは5対あるなど原始的な特徴を持つ。なんかさ原始、昔のあの古代生物のフォルムってほんとかっこいいよね。シンプル、シンプルなフォルム、やっぱシンプルイズベスト。シンプルでさ、あの巨大なフォルムたまんねえよな。ラブカもその類なんだね、やっぱシンプルだもんねこいつらもね。フォルム動きは緩慢で、うなぎのように体をくねらせてゆっくりと遊泳する。
漁網などにかかることもあるが、政治の目撃例が少なく生態は謎に包まれている。でかいしなこいつ、約2メートルだって。すげえな、コービーじゃん、コービーブライアント。半端ね、2メートルって。これ食ったらうまいのかな。食ってみたいね。ちょっと俺の栄養にしてよこいつ。ラブか、かっちょいい。うわー、なんかもうフォルムだけで飯が食えるもんね。これ見てるだけでさ酒飲めね。めっちゃロマン。ラブか、カードもゲットゴーリー、あざーす。これでフィギュアもゲットできたし、カードも揃ったから、ラブカコレクションが超増えた。ありがとうございます。つーかさ、最高ってなんだろうね。なにこれ、最高が6つい、通常のサメは5ついなんだって。でもラブカは6ついある。これが原始的な特徴らしいね。ちょっと調べてみたんだけど、最高っていうのはサメとか A のエラのことを言うんだって。最高だからエラだってさ、サメや A の仲間のエラのことを最高って呼ぶらしい。面白いね、最高ってエラだ。で、これが6ついあるのか。これが原始のサメの特徴、通常は5ついなんだって。エラか、面白いね。最高、エラのことです。これが6ついあります。ラブカ君の特徴、そして2メートル、コービーです。すげえな、約コービーだよな。コービー2メーター3ぐらいでしょ。でけえよな、それにしても。うわ、こんな生物がいるなんて、ロマンすぎる。海やっぱすげえな、俺海の男になりたくなってきた。もうなんか見たいよね、海で見たくない。水族館とかじゃなくて、海でさ上がったばっかの網にかかってるラブカ見たいよね。これがラブカだみたいなめっちゃロマンじゃねえか、すげえ。よっしゃ、ということで今回の開封結果は一種類ね、ちょっとナマコが被っちゃったけれども、ナメコじゃない、またナメコって言いそうになった。ナメコじゃなくてナマコね。ナマコが被っちゃったけれども、なんと来たはキングザンラブカゲットゴーリーでできたから、まあ大勝利でしょう。やったぜ、狙いのラブカ来たわ。で、次回からはね、まためんだくホッピンアイとか持ってないやつ狙ってバンバン開封していくわ。いや楽しみだな。これもうそろかぶり地獄入る、これもしかして。やばい、もうやだよかぶり地獄。ちょっとね、イベルタルでさあ、ホッピンアイグミでゲットできたね。ホッピンアイやったぜ、来た。ちょっとなあ、あれなんだよな、イベルタルでちょっとかぶり地獄はね、ほんとトラウマになってからもう来ないでほしいな。まあとりあえずグミ食べるかな。うん、ちょっとさっき開かなかったけどさ、マジでさ、これふざけんなし、なんなのこれ、マジかつてきた俺ね、こういう細かい作業しねえ、しねえ。やべえ、これ無限ループ入った。余計切ったら余計開けなくなる、ま、あ、待って待って、こっちにもある。でもこっち開けれねえんだよな、待ってよちょっと。そっか、俺の斬鉄ばさびをうまくさ、これスライドさせて、あー、くそー、ちょっと待って、俺開けれねえ。開けてもらうか、またこれ俺こういうの開けれないんだよね。あのビニール袋、買い物のさビニール袋、俺さ手油切ってるくせに、ね、あれ開けらんねえんだよな、なんかクソだよな。でもさ、かといってさ、なんか頼むのも嫌じゃん、なんかプライドがあるんだよね、自分で開けたいっつ。だからさ、いつも自分、あ、もういい、もういいわ、もうムカついた、もうぶち切ってやる、あんこてめえ。お前これでさ、チョキリチョキリヒヒヒチョキリチョキリヒヒ、お前絶対食ってやるから今チョキってやって、これで取れんじゃねえかな、さっと。ほらどうよ、来ました。今封印が、最初からこうすればよかった。もうね、イライラしくんねえの、これ。おお、来た。今あんこうのね、肉を俺摂取します。あんこう、これがうめえんだよ、スポリーなんかこの型も使えそうじゃない、これ粘土とかでさペタって、なんか面白そうな、取っとこう。おお、あんこうです。ゆらりゆらり泳いでいるところを俺がガチコン掴んで、あ、待って、これ提灯あるからメスかな、これ提灯だよね、これメスだわ。オスがね、メスにくっつくんだって。もう体ごとくっついて合体して、オスは餌食わないんだってさ。もうあの精子作りに専念する、それがオニアンコの仲間の特徴らしい。勉強になるよね、ほんとこのシリーズ。痛いよー、痛いよー。あ、待って、ごめんね、ちょっと大切に、あのね、うん、あ、うまし。やっぱね、これ何味、これみかんか、これみかんだね。みかん味美味しいよね。うん、俺ね、一番最初ソーダがさ気になったんだけど、みかんとコーラが美味しい一番。うん、ソーダはね普通だったな。
そうだ。てかこれ何これ。何これ。ちょっとさ、パックンフラワー的な要素あるよね。え、こう見んの。なんだかわかんねえな。いや、うまい。マジこのグミうめえわ。もうなんかさ、グミだけで買う価値あるよ、本当に。まあカードが一番俺的に熱いんだけれども、グミがめっちゃうめえ。何こいつ、これ知らないわ。次回ゲットしたいね。多分いると思うから、ラインナップに。こいつもゲットしたいし、まだまだロマンがあるね。いやー楽しみだわ。じゃあまた次回、グミゆっくり食うわ。これちょっと開けるの大変だから、全部ハサミで切ってこうやって食べよう。